全国で800回以上開催の就活イベントニーツカンパニー。イベント終了後ご希望の方にはリクルーターがついてあなたの就職活動をサポートします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル24卒就活生面接ダンジョンということで本日も加藤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回佐野の一次面接ですね突破されたので次は二次面接に挑戦というところで面接官を畑が担当させていただきます。この面接が通過であれば最終面接に行くというところで突破後は鴨本さんが面接する形になりますのでぜひ頑張っていただければなと思っております。簡単にまず自己紹介お願いできますか。総計上理から参りました、はい、加藤です。大学では学際実行委員会に所属していて 1,2 年次では企業様から協賛金をもらう業務を行っていて2年次にはリーダーを務めさせていただきました。3年次にはそこで稼いだ協賛金がどのように使われているのかっていうところを確認するためにコンテストの運営を行う部署に移動して業務を行っておりました。現在アルバイトでは高級鉄板焼きに勤めさせていただいておりましてホールでの礼儀でしたりマナーというのを学んでおります。本日は大変緊張しているんですけれども何卒よろしくお願いいたします。お願いします。大学では学際実行委員ということでこれはどういったきっかけで始められたんですか。はい、2点ありまして1つ目が中学時代から学祭だったりイベントの運営に携わるっていうのが好きだったという点で2点目が大学で一番大きい規模感のイベントを一から作るっていうことに非常に興味を覚えたための2点ですね。どれくらいの人数の規模感なんですか。サークルの規模と開催するイベントの規模でいうと、サークルの規模でいうと200人で開催する規模でいうと全体で3万人以上は4日間で来場すると4日間で、はい、企業から協賛金を得るっていうところでいうと実質営業活動みたいな。おっしゃる通りですね、はい、テレアポを1年生がかけて商談化したものを2年生が契約まで持っていくといったインサイドセールスフィールドセールスみたいな感じで分かれてるっていう形ですね、うん、それはもうご自身で立候補して協賛の方に行ったんですか。はい、おっしゃる通りです。なんで立候補されたんですか。こちらも2点ありまして1点目が1年次から企業様と話す機会があるっていう点で非常に魅力的だなという点で2つ目が単純にリーダーの人に憧れて入ったっていう感じですね。どんな人だったんですかリーダー。厳しくもあり優しくもあるっていう感じで部署を紹介する際にプレゼンを行うんですけれどもその際に障害部署っていうところでなんでみんなこんなことも読めないんですかみたいなすごい尖ったプレゼンをしつつもしっかり人当たりのいいところも後半でアピールしていてそのギャップにやられたっていう感じでその部署に入りました、はい、実際の苦労エピソード教えていただけますか。私が2年次でリーダー務めていた際に新入生1年生たちの業務への意識が低下していたっていうことが一番苦労しました。学際実行委員会のキラキラしたっていうかいろいろサークル活動というところに憧れて入ってきたのにもかかわらず実際はコロナ禍で遊ぶこともできずに電話をかけ続けるっていう新入生たちのモチベーションが低下していたってことが一番苦労しました。じゃあそのギャップみたいなところでモチベーションが下がっている、はい、これどうやってモチベーション管理を行っていたんですか。こちらも2点具体的に施策を行いまして1点目がテレアポに対してのアプローチで新規でリストアップを行ってテレアポの制約率を改善したという点で2点目がサークル活動についての訴求で他部署との交流を積極的にズームで行ったというこちら2点でモチベーションの維持を行いました。具体的にこちらは教えていただきたいです。実際にリストアップの件につきましてはもともとは無作為に企業様をリストアップして電話をかけていたんですけれどもやはりコロナ禍ということで 5% 以下という制約率の低さでなかなか取れなかったっていうところでした。実際に私たちの200人いるリソースを生かしたいなと思ったので人材業界にアプローチをまずかけて次にその学祭を運営する際に必要なパーテーションでしたりフェイスシールドっていうところにアプローチをかけるために物販リースにアプローチを次にかけました。最後に新しくマナー広告という協賛を広告部署と連携して作成しましてそのマナー広告をどこに訴求できるかなって考えた時に、まあ、IT 業界コロナ禍の影響を受けにくい IT 業界だなと考えてこちらに訴求しました。人材業界もう一回いいですか。人材業界でいうと200人いるリソースをフルに活用したいと考えたためやはりそのアプリの登録でしたり会員の登録っていうところで人材業界に貢献できるなと仮説を立てましてリストアップして営業をかけたところやはりその200人規模での会員登録ってなかなか人材業界からしても結構嬉しいといったところでそちらにアプローチをかけさせていただきました。これから他部署交流これどういう目的で行ったんですか。もともと他部署の交流があったっていうのがなくなってしまったので業務を円滑進めるっていう目的でも行いました。続いての目的としてはまあより多く友達を作るといった、まあ、大学でサークルを入った時の目的っていうところもあるんですけれども例年ですと全体200人で一斉にバーベキューを行ったり他部署同士の交流っていうのもかなり活発にあったんですけれどもやはりコロナ禍でなくなってしまったというところで業務を行う際に連絡をする時にやはり1枚障壁
があるっていう初対面ですと、っていうのをやはり取っ払うためにもやはり積極的に、まあ、中でも広告部署と多く連携を取らせてもらって、それぞれが仲良くなることで業務の受け渡しでしたり、まあ、案件の受け渡しなどもスムーズにいくかなというところで Zoom での他部署交流っていうのを開催しました。今は加藤さんはなんで IT 業界を志望されていらっしゃるんですか？私は中小企業の営業支援を行いたいという理由で IT 業界を志望しております。中でも SaaS を志望しておりまして、実際にサブスクリプションモデルという構造に惹かれて IT 業界の中でも SaaS 業界を志望しております。中小企業を支援したいと思うようになったきっかけって何ですか？私が学際実行委員会の障害部署でリーダーとして活動していた時に、長年関係を構築していたメーカーさんたちから協賛を断られてしまったことがきっかけです。実際に長年関係を構築できていたメーカーさんたちからコロナ禍でこの年に協賛を切られてしまって、まあ、理由をお聞きして何か手伝えることはあるかなと思ったんですけれども、営業の人手不足でしたりコア業務になかなか時間を割けてないという実態があって、その一大学生の私からしたらそれを、まあ、支援することはできず非常に悔しい結果に終わりました。ということで社会人になってからはこうした中小企業さんたちの、まあ、営業支援業務支援を行いたいなと思うようになりました、うん、でその中小企業さんを支援する手段として IT、 もっと細かく言うと SaaS っていう領域でアプローチしようとお考えになられたんですか？営業のソフトウェア導入で根本的に業務体制を変えることで一番私がその見た実態を解決できるかなと考えたためです。最初は人材業界なども見ていて、この営業の人手不足っていうところで営業の派遣を行うことも非常に効果的なのかなと思ったんですけれども、もう一度前協賛いただいた企業様にヒアリングを行ったところ、やはりそこに避けるリソースもないというところで、一括でソフトウェアを導入して根本的にシステムを改善することで私が思っていた中小企業様の課題を解決できるなと考えたため SaaS を志望しております。もはや SaaS 導入にさえちょっとコストがってなった場合はどうします？なった場合には私が現在志望しているところでいうと、中小企業様向けの特別なパッケージでしたり、安くても最低限の業務管理を行えるっていうサービスがあるので、そちらの導入を検討したいなと考えております。ちなみに就職活動の軸っていうところを教えていただけますか？こちら3点ありまして、1つ目が中小企業の営業支援業務支援を行えるという点、そして2つ目が双方合意の形で営業を行える点、3つ目が様々な社内外での関わりを持てるという、こちらの3点を軸に就職を行ってます、うんうん、双方合意ってのはこれは何ですか？簡単に言うと押し入れをしないっていうことですね。サブスクリプションモデルの構造上、やはり長年使ってもらうってなった時に一発で押し入れをしても長年使い続けてもらえないっていう点で、あちらが使いたい分だけこちらが売るっていう点で双方合意っていう軸を設定しております。社内外の関わりっていうのはどんな関わりが欲しいんですか？まあ、社内で言うと様々な他部署との連携、まあ、例えばエンジニアでしたり、まあ、人事でしたり、様々な部署と連携して情報共有を行いという関係、社外で言いますと社内だけでは得られない法人営業を行った際の様々なあちら側の営業のシステムでしたり、どのように営業を行っているかっていう点で勉強の機会があるという点での関係を欲しいなと考えてこちらの軸を設定しております。で言うとこの軸に該当する業界って IT じゃなくてもいいじゃないですか、うん、正直 SaaS じゃなくてもいいしっていうところで、なんでその中でも SaaS が特にいいなとお考えになられましたか？やはりサブスクリプションモデルっていうところが一番自分の中では大きいですね。他の、まあ、コンサルだったり人材っていうところも見てたんですけれども、あちらが欲しい分だけをこちらが売るという点で欲しい利用する必要がないと言いますか、あちらが欲しいものをこちらが提供するって形に一番惹かれたので、中でも SaaS 業界という形ですね。コンサルとか人材を押し売りしちゃいそうってことですか？それはそうですね、その押し売りと言いますか、やはりコンサルで言いますと課題解決っていうところで OB 訪問などもいろいろさせてもらったんですけども、やはり駐在期間伸ばしたりっていうことも聞きましたし、人材業界で言うと人材と中小企業がマッチしてなくても送り込んだら送り込んだ分だけインセンティブがもらえるっていうところでどんどん送り込んでるってことをお聞きしまして、だったらまあ自分に正直になれると、まあ、一番僕の中で思う SaaS 業界を志望してるって形ですね。で言うと SaaS もサブスクリプションだからといえ契約解除したいですって言われた時に、いやもうちょっとってなるかもしれないですよ。そちらに関してはもちろん僕自身絶対もうちょっとだなるんですけれども、その際にやはりあちら側の課題をもう一回洗い出してヒアリングして、こちらが本当に何を提供できるのかっていうところをもう一回確認し直すっていうところで何とか踏みとどまりたいなとは考えております。その人材もコンサルも一緒じゃないですか、契約解除したいとか言われた時にじゃあ再度課題を洗い直して、いやこういう形でもう一度やりましょう、同じかなと思うんですけど。その点で言いますと人材で言うとやはり出た分だけインセンティブが来るっていう点でもう一度
を洗い直すっていうことをあまり考えにくいと自身では思いました。コンサルも洗い直したら洗い直した分だけ駐在期間っていうのが長くなってインセンティブっていうのも入ってくるっていう点で、そこの引き延ばし期間でしたり、まあ、闇雲に人材を派遣するっていうことがチャースだと少ないのかなと思ったので、そこが違いかなと考えております。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。では合否なんですけど、合格でお願いします。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。良かった点は、結構学生さんってなんでその業界を見ているか、軸なぜその軸かっていうところが抽象的な内容が多かったりとか、軸に対して見てる業界に一貫性がなかったりっていうところがあったりするんですけど、そこには満たしていたっていう形で、軸もそのわけわからん軸とかではなくて、その大学の経験があって一貫性があるので、こちらが裏付けを連想しやすいっていうのはすごく良かったのかなと思います。該当する業界が他にもあるっていうところとかは、結構突っ込まれたら確かにってなっちゃう学生さんが多い中で、苦しながらもしっかり切り返せていたところとか含めると、まあ、優秀な学生さんじゃないかなと思いました。というところで、次は鴨本さんとの面接を頑張っていただければなと思いますので、何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では面接ダンジョン以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。